ヘビーボーガンは重量があり、各種動作は遅いが、それを補って余りある、破壊力を備えた武器。移動が制限されるが、一時的に装填数が増大して、連続で射撃を行うことができる。ダブルクロスでは、通常時に、しゃがみ撃ちができません。ブレイブ状態になって初めて、しゃがみ撃ちから、中段から、パワーダッシュから、スライディングから、ボルテージショットなどの連携で、しゃがみ撃ちメインの、立ち回り攻撃が可能になります。ブレイブゲージは通常攻撃、いなし、納刀キャンセル攻撃で上昇します。ゲージが満タンになると、ブレイブ状態になり、武器のアクションとブレイブアクションの連携が可能となる。ブレイブリロード、納刀継続からの特殊なリロード、一定期間、約25秒、攻撃時のブレイブゲージ上昇量がアップ。納刀継続後にエフェクトが発生したタイミングで、X、オースト最小限の隙でブレイブリロードが可能。ブレイブ状態特徴、スライディングやパワーランによる、機動性の高い立ち回りが可能。スライディングから流れるようにボルテージショットへ移行できる。ボルテージショット、射撃するたびに発射速度が増していきます。連射ブレイブしゃがみ撃ちでモンスの弱点へ叩き込め。ブレイブスタイルがセットできる狩技は一つだけ。さあ君は何を選ぶ？説明欄に、他の武器のブレイブスタイル動画リンクがあります。よかったら見てください。